どうも、ゆきおでございます。本日はね、ゆきおとワインでございます。ワインはこちら、シェバングっていうワインだねシェバングっていうワインなんだけど、これは、カリフォルニアのワインですね。で、ちょっと前にカリフォルニアのワインを買って、ネットショップで買って、それをちょっとどんなの買いましたよっていうのをちょっとね、購入品紹介したことがあったんだけど、その中の一つのワインですね。で、まあ作ってる人がベッドロックっていう作り手で、ものすごくいい作り手なんです。僕はすごい大好きで、で、ブドウ、ベッドロックが得意としてるブドウがジンファンデルっていうブドウなんですよね。で、ジンファンデルは、まあ、アメリカ、まあ、特有というか、まあ、イタリアの方でも栽培されてるんですけど、まあでもすごい偉大なワインができるのはアメリカで、で、このワイン自体ももちろんジンファンデルを使ってます。ただベッドロックの一応これカジュアルラインっていう感じなんだよね。で、ベッドロックはもっと普通のまあ古木から作られるブドウで、結構しっかりとしたもう本当にいいワインを作っていく生産者で、まあ大体4000、5000ぐらいのワインが多いんだけど、これはもうそれの中のカジュアルラインとして作ってくれたもので、まあ2000円ちょっとで今回買えました。で、まあ、いい生産者はやっぱりね、どのワインも美味しいという心情があるから自分の中では。なのでこれを買ってみたんだけど、飲んだことはなかった。だからすごく楽しみで、ただブドウはね、もちろんジンファンデルを使ってるんだけど、ちょっと調べてみたらめちゃめちゃ使ってて、ちょっと読むねジンファンデルが 50% 以上入ってるんだけど、あとはカリニャンっていうブドウと、プティシラー、ムールベドル、アリカテブーシェ、グルナッシュ、シラー、バルベラ、もうね、いろいろもうね、いろんな国のいろんなブドウが入ってるっていうのは、だからいろんな契約農家さんたちがいて、そのいいブドウたちを集めてきて、で、作ってる感じらしいの。でも、もちろんもっといいしっかりとしたジンファンデルはその上のクラスに使うんだけど、まあこれはそのまあいろんな契約農家さんとか、あとはもちろんその自分の畑のものもブドウも入ってるらしいんだけど、まあ正確にはでも公表されてないから分かんないんだけど、ただいい生産者のブドウ、いい生産者の好きな生産者のワインなので、すごく飲みたくて買いましたっていう感じかな。はい、そしてヴィンテージ年はね、これ特にないらしい。なのでノンヴィンテージなので、いろんな多分年のブドウは混ぜてるはずなの。ただこれね、ロット自体は表記があって、これね、テンスキュベって書いてあるから、多分これ作って10回目だと思うんだよね。で、今回今普通に現行というか、この輸入元のホームページを見に行ったら、12スキュベって書いてあったから、多分12回目の作ったものが今最新で出てるんだけど、これは10回目のものだから、まあある意味バックヴィンテージらしいんだよね。ちょっとさっき調べてみたんだけど、で、実はこのテンスキュベはニューヨークタイムズの、20ドル以下のおすすめワインのトップ20に入ってたみたいなの。まあ日本だと20ドルちょっと超えちゃうけど、向こうだと20ドル以下のワインらしいんだよね、これがね。で、それのまあトップ20に入ってるらしくて、で、ちょうどこれがテンスキュベだったから、まさにこれじゃんと思ってびっくりしちゃった。今多分12トレブスキュベの方が出てるはずなんだけど、バックヴィンテージがあったから、たまたまね買ったらこれだったから楽しみでございます。さあ、説明長くなっちゃったねなんでか言いましょう、ゆきおとワイン。あ、これスクリューキャップだろ。いや、普通に開けちゃった。スクリューキャップだから一瞬ですはい、はい、色はね、やっぱ結構濃いね、しっかりしてる。まあ、ジンファンデルは結構力強い感じのブドウ、ワインができるブドウで、かなり濃いめのタイプで、カリスミが強くなりやすいので、こういった色になるんだよね。濃いね、ボルドみたい。ではいただきましょう。よし、おー、いい。もう熟した香りはしてるんだけど、意外と綺麗だな。あ、うん、でもなんかね、果熟した感じはない。ジャムっぽさはそこまで強く出てないかも。あ、やっぱすごい本格的な香りがする。すごいな、香りだけで言うと。本当になんかかなり、まあ、ちょっとカチッとしたね感じもあるんだけど、うん、ジンファンデル本当に甘みが強い感じの
香りとか味わいになりやすくて、結構ボリューミーでね、パンチがある感じなんだけど、香りだけで言うとこれ結構綺麗だね。よし、おいしい。あんなにブドウ生まれてるのになんでこんなバランスいいんだろう。あの、飲んだ後にジンファンデルらしさが出るね。ジンファンデルらしさね。何かっていうと、ちょっとドライフルーツみたいな香りが出てくる。うん、そのちょっとレーズンっぽい感じの香りとか、まああの飲んだ瞬間はもう結構新鮮なフレッシュフルーツの感じなんだけど、飲んだ後にこの香りが、残った香りの中に少しドライフルーツみたいなニュアンスがある。これは結構ジンファンデルは出やすいんでね、こういう感じがね。でも全然嫌味な感じじゃない。ブドウがすごい熟して結構焼けちゃった感じのジャムっぽさとか、ドライフルーツになっちゃったブドウから作るワインの感じではないから、結構いいタイミングで収穫してやってるのかもしれないね。いい香り。美味しいわ。引っかかりがない、まあ、しっかりしてる。タンニンも多少はあるんだけど、ガチガチじゃないから、しなやかだね。結構しなやかなジンファンデル。うん、美味しいわ。で、なんかこのシェバングの、まあ、コンセプトっていうのは、もうなんか、まあ、ごちゃごちゃ考えずに楽しく飲もうぜ的なワインらしいの。うん、だからまあスクリューもそうだし、なのでブドウ品種ももちろんジンファンデルは多いんだけど、そこまでこだわってないんだろうね、こういうのって。なんかだから、いい時期に収穫したブドウを使うだけであって、なんか絶対このブドウは入れて、このブドウ入れてみたいな、そういうなんかバランスよりかは、ある程度いい時期に収穫されたいいタイミングのブドウだけを混ぜてから、まあ、毎年比率も違うし混ぜる品種も違うっぽいんだけど、まあ、こういうのもいいよね。なんか、うん、気軽に飲むにはすごくいいと思うし、まあ、気軽に飲むにはすごく確かに品質やばいと思うな、これ。まあ、今回2000円ちょっとだったけど、2000円ちょっとの品質やったらない気がする、これ。いいワインですよね、すごく。いいわ。うん。なんか難しく考えないと本当飲める感じだと思う。いいね、なんか。で、どんな料理にも合いそう。うん。ちょっと甘辛いソースとかのやつがやっぱいいかもね。ジンファンデルの場合は、うん、バーベキューソースみたいな感じが、だからやっぱりアメリカに合うんだろうね。なんか分かる、分かるわ、うん、そういう感じの味わいにすごい合うと思う、こういうかわいい。なんか日本だとすき焼きとかもね、ジンファンデル合うんだけどね、うん、甘辛ソースでね、照り焼きソースみたいなのもいいんじゃないかな。うん、ちょっとこれやっぱいいな、すごいいいかもしれない。2000ちょっとのワインのおすすめワインとしてはこれいいね。まあなかなか見かけないから、まあでもネットでは普通に売ってるから、いやーこれ好きだ。うん、美味しいな、笑顔になっちゃう。よし、これが夕飯だ。飲もう飲もう。っていう感じでございますかね。今回はまあアメリカ、あ、一応カリフォルニア、場所はカリフォルニアなんだけど、畑は結構ね、点々としてるらしいから、明確な区域がないんだけど、この、シェバングはね。はい。まあ、ということで、カリフォルニアのワインの、まあ、ベッドロークっていう作り手のシェバングの、テンスキュベだね。ヴィンテージがね、テンスキュベのご紹介でした。ジンファーデル、非常に僕大好きなブドウなんで。いやこれから楽しみだね、飲むのが。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ゆきおでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあ、バイバイバイ。